TV へようこそ。今日は1929年に起こった世界恐慌と各国の対策について見ていきたいと思います恐慌っていうのは突然発生をする大規模な景気の後退景気の悪化のことを言います好景気で物を作りすぎてしまうと売れなくなって景気が一気に悪化するっていうことが経済ではありますそれが株式市場が下落したりして目に見える形で出てくると人々は恐怖で慌ててしまう恐慌になっていきます それが世界規模で広まったのが世界恐慌です1929年10月株式取引市場があるニューヨークのウォール街で株価が大暴落をしてアメリカの経済が強行に陥ります工場の生産は止まってしまって1930年の工業生産は前の年の約半分に失業率は25%にも上りましたアメリカが強行になってしまったのはなぜでしょうかまず1920年代のアメリカの様子から見ていきましょう 20年代のアメリカは後景気の時代。後景気の時には会社の株価、どんどん上がっていきます。景気がいい会社の株は人気なんだよね。アメリカ全体が後景気なので、アメリカ全体の会社の株価が上がっている状態です。アメリカの会社の株式を100万円買ってちょっと持っておくだけで株価が上がって150万円になったりします。世界中の儲かりたい人がみんなアメリカの株を買っています。適正な価格、その会社の実際の株価、以上の金額がついてくるんだよね。 だけど、当時アメリカでは次のような問題が起こっていました。まず、ヨーロッパが自分の国の産業復興のために、アメリカの製品にかける関税を高くしていきます。アメリカは後継機の中で大規模な設備投資をして、製品を大量に生産していたんだけど、生産過剰になってしまって、工業製品とかがだんだん売れなくなります。そして、農村では第一次世界大戦後に農産物の作りすぎによって価格が下がっていて、農家の収入が少し減っていました。 農民の購買力農民が物を買おうっていう意欲が薄れていたんです物がだんだん売れなくなります1929年の半ばにはアメリカの経済はやばいんじゃないかっていうふうに気づいた目ざとい人が株を売り始めていてでもまだ買う人も多いんでね株価が上がったり下がったりを繰り返していますそしてついに10月に株価の大暴落買う人よりも売る人の方がすっごい多い状態になってしまいます株価が下がる前に自分の持っている株を売ろうとする人が増えて一気に株価が暴落をします アメリカの経済も一気に不景気になっていきます。当時のアメリカは世界一の経済大国でかつ再建国、お金を貸している国です。ヨーロッパの国々もアメリカの経済に頼っている国が多かったんだよね。なのでアメリカの経済が破綻するとヨーロッパへの資金援助や投資していた資金が打ち切られたり、世界の経済もアメリカに引っ張られて強行に陥ってしまいます。こうしてアメリカ発の不景気が世界全体に広まっていきます。これを世界強行って言います。 では次に各国の経済対策について見ていきましょう。まずアメリカです。アメリカは共和党のフーバー大統領の経済政策があまり効果がなくって、選挙で民主党のフランクリン・ローズベルトが大統領に就任をします。ローズベルトが行ったのがニューディール政策。ディールっていうのは巻き直し。 ゼンマイを巻き直すとかトランプのパートを配ることをディールって言いますよね。これまでみたいに経済に政府が関わらない自由主義経済、自由放任主義って言うんだけど、そうした経済ではなく政府が積極的に経済に介入をして、政府が主導して経済、富を新しく巻き直し、配り直しをするっていう政策が入でいる政策です。具体的には4つあります。まず農業調整法。 農産物の生産調整を行って、作りすぎの農産物を減らすように調整をして、農産物の価格を安定させていく法律です。農家には補助金を渡していきます。次に、全国産業復興法、通称ニラ。業界団体を作らせて工場での生産調整を行う。まあ、国が経済とか産業に口出しをして、作る量を規制していきます。 作りすぎを抑えて価格協定なんかも認めて製品価格を安定させていきます。そして不景気で真っ先に切り捨てられてしまう労働者には団結権などを認めていくっていうのが内容です。ただ最高裁がニラバ憲法違反、州の独立性を侵害しているっていう判決を出してしまってストップをしてしまいます。なのでそのうち労働者の権利に関する部分をワグナー法として別に制定していきます。 そして失業者対策として行ったのがテネシー川流域開発公社です。公社っていうのは政府が作る会社、公共事業を行っていきます。テネシー川にダムを作るっていう公共事業を行うことで失業者を雇うことができるし、ダムの水力発電で電気代も安く供給できるっていう政策です。外交面では中南米の国々との外交関係を改善していきます。帝国主義で支配下に置くっていう今までの関係をやめて前輪外交を進めていきます。 ラテンアメリカに不景気が拡大して革命なんかが起こっちゃうとアメリカにとってはまずいんだよね。次にイギリスやフランスです。イギリスやフランスは金本位制を停止して輸入制限を強化していきます。金本位制については別の動画があります。そちらをご覧ください。 金を自分の国の通貨の価値基準として用いる制度のことです。金でいくらっていうふうに表示をすると外国の人も貿易がしやすいし金で支払うっていうこともできますよね。金本位制を採用すると金を中介にして取引をしたり外国の相場が分かりやすくなるので貿易が盛んになります。なので多くの国で金本位制を採用していたんだけど不景気になってくると話が変わってくるんです。 例えば金とイギリスのポンドを金本位制で両替しているっていう時に100ポンドの金は100ポンドの紙幣に両替ができます。だけど強行が起こると金の価値っていうのはそんなに変わっていないのにイギリスが不景気になったせいでポンド紙幣の価値だけが下がってしまいます。100ポンドの紙幣が 100ポンドの紙幣なんだけど実質80ポンド分の価値しかない状態になります。すると80ポンド分にしかならない紙幣よりも100ポンドの金を持っていた方が損しないですよね。そこで世界の人々はポンドを金に両替しようとします。イギリスが持っている金が海外に流出をしてしまいます。なので金が海外に流出するのを防ぐために金本位制をストップしていきます。 そして同じ目的で輸入制限も強化していきます。これも強硬でポンドの価値が下がった時に輸入をしてしまうと支払いを価値の低いポンドよりも金で払ってほしいって言われてしまって金が流出してしまうんです。自分の国の経済を守るためにこうした政策をとっていきます。またフランスやイギリスはブロック経済圏を形成していきました。このブロック経済政策は自分の国と植民地や自治領で経済圏を作ってその中での貿易を活発に行うことです。 イギリスだととポンドののの価値が下が下って金と交換されるのは困る困で、ポンドを使っていてポンドで支払うことができるイギリス連邦の仲間との貿易は関税を低くしてポンドで貿易をしていくっていう政策ですポンドを使わない他の国には高い関税をかけて売れない状態にしてシャットアウトしていきますただこのやり方は植民地なんかの仲間がいて初めてできる政策です植民地を持っていなくてブロックが作れない 他の国と貿易をするしかないドイツとかイタリアなんかはシャットアウトされてしまうのですごい打撃を受けていきます。こうした国との対立が生まれていくんですね。最後に日本について見ていきましょう。日本は第一次世界大戦後に関東大震災とかで不景気が続いていました。外国との貿易を盛んにして不景気を脱出したいっていうふうに考えています。 外国との貿易を盛んにするには、金本位制を採用すればいいっていうことで、実は明治時代にね、金本位制はもう始まっていたんだけど、第一次世界大戦中に停止していました。その金本位制に復帰しようっていう、金輸出解禁っていう政策を行おうとします。日本は輸出を増やすために、国際競争力のある企業を作ろうっていうような政策も行ったりして、万全の状態で金本位制に復帰をします。だけど、世界恐慌がちょうど日本に波及をしてしまって、輸出は増えるどころか激減。 他の国が金本位制を停止していく中で、日本だけが金本位制を行っていたので、金で取引をしようとする人が殺到して、日本の金が大量に流出してしまいました。世界恐慌で輸出が激減したのに加えて、国が持っていた金も少なくなって、経済がガタガタになります。この時の日本の恐慌のことを昭和恐慌って呼んでいます。また、アメリカ向けのキート輸出がアメリカの不景気のせいで減少をして、農村もすごく不景気になります。これを農業恐慌って言います。 1931年に成立をした犬飼強し内閣の高橋惚歴大蔵大臣は、金本位制を停止して管理通貨制度、金と交換する紙幣ではなくて政府が紙幣の枚数を管理する制度っていうのを採用して円安政策を進めていきます。円安になると日本の商品全体の価値が外国と比べて下がる、安くなるので輸出が増えるんでね。こうして輸出を伸ばしていって 国内では積極財政っていうお金を世の中に積極的に使うっていう政策をとって景気を刺激して強行から脱出をしていきます。ただ、農村の不景気はあまり改善ができなくて農村の不満が溜まっていきます。犬飼強は後に515事件で殺害されてしまうんだけど、犯行を行った青年将校、若い軍人さんは実は東北の農家出身が多かったっていうのはこうしたことも背景になっているようです。ということで世界恐慌について見ていきました。 世界恐慌に対する各国、特に植民地や資源を持つ国が取った政策によって、締め出されてしまった植民地や資源を持たない国は、資源を持つ国と対立をしていきます。持たざる国は、植民地や資源を獲得するための海外進出、そしてそれを行える強い政権を求めるようになっていきます。それが、この後のファシズムの登場につながっていくので、その流れも押さえておきましょう。では本日の動画は以上です。本日もご視聴ありがとうございました。